プロイセン王女、ビクトリア・マルガレーテ・ビクトリア・マルガレーテ・フォン・プロイセンは、ドイツプロイセンの王族。全名は、ビクトリア・マルガレーテ・エリーザベト・マリア・デルハイト・ウルリーケ。プロイセン王子、フリードリヒ・レオポルトとその妻で、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン公フリードリヒ・ハッセイの娘、ルイーゼ・ゾフィーの間の第一子、長女として生まれた。母の長子アウグステ・ビクトリアは、ドイツ皇帝。 プロイセン王ビルヘルム2世の皇后だったため、ビルヘルム2世の義理の命に当たった。1913年5月17日に、ポツダムの新宮殿において、ロイス・ケストリッツ公師、ハイン・リヒ33世と結婚した。結婚式の際は、皇帝ビルヘルム2世に腕を支えられて、バージンロードを歩いた。夫妻は間に一難一情を設けたが、 1922年に離婚した。まもなく重廷のアウグスト・ビル・ヘルム王子との再婚話が持ち上がったが、翌1923年にインフルエンザで急死した。ランディー、ダリル、ザ・ペーラゲ、ビクトリア、マルガレーテ・エリザベート・マリエウルルケプリンゼ・シンフォン、プロイソン。2010年1月15日閲覧。ロイヤルウェディングス、ザ・ワシントン・ポスト。ありがとうございます。